特集ファイル2002はシマフクロウです。15年間シマフクロウの研究を続けている林優子さん、そしてシマフクロウの森を私が3ヶ月ぶりに訪ねました。現在道内にわずか100羽ほど、絶滅の危機に直面しているシマフクロウは世界最大級のフクロウなんです。白い森で生きるシマフクロウと研究者の冬です。ダイヤモンドダストです。3ヶ月ぶりに訪れた森は深く白い雪に覆われ、厳しい寒さが続いていました。ここがシマフクロウの暮らす森です。林優子さんは大学を卒業した後、シマフクロウの研究を続けています。主に夜活動するシマフクロウの行動を調べるのも重要な研究テーマの一つです。去年の秋、シマフクロウに取り付けた発信機からの電波を捉えます。場所を変えて調査することで、今森のどこにいるのかが分かります。行動範囲ってかなりやっぱ広いんですか？そうですね、親は繁殖しているつがいはだいたい川沿いに長さで15キロぐらい持ってますね。子供の場合は餌を求めてというよりも、自分が次に住む場所を求めてですね、いろいろ見て歩いてる、うん、そうです、そうです。一生親元にいることはできないので、自分がどこに行こうかということで、まず親のとこから一度出てみて、いい場所とか、あるいはつがいになれるような相手ですよね、がいる場所を探すために出ていきます。夜、シマフクロウがやってきました。ここは林さんが餌になる魚を放しているところです。マイナス20度を超える冷え込みの中、すぐ近くの小屋からシマフクロウの行動を観察します。行動範囲、時間というのはこれからですね。豊かに見える森でも、シマフクロウの餌は十分とは言えません。特に冬は。あれはどっちなんですか、オスメスというのは。オスですね、繁殖してるオスです。かなりこの時期というのは1日に何度も餌ってのは取りに来るものですか。今一番食べる時期というわけじゃないんですけれども、はい、割と秋にたくさん食べて、冬頑張ってるっていう生き方をしてるんですけれども、今で大体2、3匹一晩に取るかどうかぐらいですね。捕まえたのは20センチの鯉でした。その場で食べることもありますが、今日は私たちを警戒しているんでしょうか。そのまま森の中へ消えました。長い夜が明け、森は朝を迎えます。多くの生き物が暮らしている森、その森の主、シマフクロウを守ることは、すべての生き物を守ることにつながります。シマフクロウ、そして厳しい自然が相手の林さんの研究は、時間のかかる根気のいる地道な作業です。その成果を学会などで発表することで、シマフクロウの暮らす森が少しずつですが守られています。
もちろんシマフクロウのことが分かるのは私にとっては嬉しいけれども、うん、それをまあ保護ですね、やっぱり保護に生かして、うん、きっちりしたあの科学的なデータに基づいた保護ができるような資料となれば一番いいと思ってます。3ヶ月前に行った時は小さいと感じたシマフクロウだったんですが、今回近くで見るとその存在感に圧倒されました。まあ、これからシマフクロウ繁殖の準備に入って 1年で一番忙しい時期になります。まあ、林さんも決して広いとは言えないあの観察小屋に毎日通うことになります。シマフクロウ、そして林さんの研究についてはこの時間でまたお伝えしたいと思います。